サン・ルイスは、スペイン・バレアレス諸島州のムニシピオ。バレアレス諸島のメノルカ島東部に位置する。スペイン語表記は、サン・ルイスだが、カタルーニャ語表記が正式名称である。サン・ルイスのイリエ・サン・ルイスは、メノルカ島の東端にあり、地中海沿いには海岸、砂浜の海岸、崖、イリエなどがある。スペインの東端に位置するメノルカ島でも最も、 東側にあることから、プンタプリマ海岸はスペインで最も早く、日の出を迎えるビーチである。メノルカ島の中心都市である、マオーマオンの南側にあり、目マイナス8号線がサンルイスとマオーマオンを結んでいる。サンリイスの自治体域にはいくつかの集落があり、中心集落は自治体と同盟のサンリイスである。メノルカ島の中心都市である、 マオーマオンと比べると静かであるが、メインストリートにある小規模店舗は地元住民や観光客に人気がある。中心集落の北西には1920年代に建設されたサンリース飛行場があり、1850メートルの滑走路1本を有している。サンリース飛行場はメノルカジマ発の民間飛行場だったが、 1969年には、メノルカ島の主要空港として、メノルカ空港が開港したため、サンリース飛行場は、ゼネラルアビエーションなどのために使用されている。タラヨ文化の遺跡自治体域には、戦死時代のタラヨ文化の遺跡がある。サンリースは、メノルカ島で、最も歴史の浅い自治体である。1756年のミノルカ島の開戦後、1761年に、 フランス人によって中心集落の建設が開始された。道路が格子状にレイアウトされているのはこのためである。町の建設が完成しないまま、1763年のパリ条約でメノルカ島は再びイギリスの統治下に入った。1802年のアミアンの和訳でメノルカ島は高級的にスペイン領となっている。1920年代には、 サンリウス飛行場が建設され、1969年までメノルカ島唯一の飛行場だった。1979年にはワイナリーのボデガスビニファデットが活動を開始し、通年で観光客に試飲ツアーを提供している。2004年には建築家のリウスビベスが設計した新施設が完成した。サンリウスの市場エスタディオ・ビンタウファイ・ギリスによる 統治時代から200年以上にわたって、メノルカ島では、つなぎが速歩競争の人気が高く、バレアレス諸島は、この競技が開催されている、スペイン唯一の地域である。サンリュイス飛行場の東側にあるトーレデルラム、競馬場では、夏季は毎週土曜日の午後、冬季は毎週日曜日の午前に、つなぎが速歩競争が開催される。 サッカークラブの CF スポルティング・マオネスは1974年に創設され、競馬場の北東にはそのホームスタジアムであるエスタディオ・ビンタウファがあるが、CF スポルティング・マオネスは2012年に解散した。スペインの他地域同様に、この地域で生まれ育った住民の大半はスペイン語を話すことができる。さらに、人口の大多数はカタルーニャ語を話すこともでき、 メノルカ島では、カタルーニャ語バレアレス諸島方言の亜種であるメノルカ方言が話される。サンディースは外国人にとって人気のバカンス地であり、自治体域南部のリゾートでは年間に数千人の観光客を受け入れる。定年退職したイギリス人の居住者が多いため、自治体域南部にある観光リゾートでは、英語もよく使用される。ありがとうございます。